勝浦の地での不運な事故により亡くなられた方々の無念と最愛のご家族を失われたご遺族の方々の深い悲しみに思いをいたしますと哀戚の念に耐えません。心から哀悼の誠を捧げるものでございます。日米そして世界が国籍を声を結びついていくことを希望します。ガラスを蹴って破って何とか助かったということをもう母そして祖父祖母から聞いております。早く行かなくちゃいけないということをすごく思いましてね去年から伺わせていただいております。